こんにちは、長山です。こんにちは、クリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと長山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、クリスさん。はい。あの、この3月とかね、4月になってくると確定申告っていうのがこう、終わって。はいはい。申告を確定するやつね。確定。 しししたたんですけどまもうね税金がもうやばい <laughs> 税金高いっすよね高いっすねでまあ税金高いまあその <laughs> いいんですけど別にね使っていただければ国がねえ,くえクリスさんってはい普通にその会社の経理あそうですねはい<の>僕は何ていうか復収に実はほぼないのでうん もう会社にやってもらってますね。もう確定して。引されてる感じで、おしまいって感じですね。はい。でもなんかあれですよね。給与明細とか、給与明細でないのか。まあそういうこう、明細にはこう、税金がおいくらで、あ、もちろん。もちろん出てますよ。いや、高いなと思いますよね。会社員時代だと月じゃないですか。うん。で、こう、フリーランスになるとね、うん。 全額がこうバーンって出るんですよ一応分割になるんですけども最終その何回かに分割をされるんですけども額がボンと出るのでうんこれぶっちゃけ一番二十歳ぐらいの時僕働き始めてるけどその時の年収だなみたいな <laughs> あ。なるほど。でも逆に言うと税金でそれだけ納められるようになったんだぞっていう。 ことででもあるわけですいいいい見方をすると。いか払ったからって別にゼロになるわけじゃないでしょ、ね、手,手元に残るのはねもちろん。いやーだからちょっとねこの時期になってくるとこう国にはしっかりしてほしいみたいな感じになりますね。<laughs> そうねまあ払うからちゃんと使ってくれよっていうことですよね。 ね、なるようになってほしいなってろんもは、ね、あるんですけどね。でもほら、まあ、もちろん税金が高いっていことは、まあ、それなりにねそのかあの、頑張って稼いでるということでもありますので、まあ、全然いいんですけど、うん、なんか、付随していろんなものも高くなりますからね。例えば、保育園のお金とか、まあ、あそう補助とかを持ってなくなるしね。結局、まあも、もちろんね、いっぱいその頑張って働いて、えー、お金は頂い,いてはいるんですけど、 なんていうか、額面ほど、その、めっちゃ使える感はそんなないんですよね。そうですね。不思議なもんでね。うん、いやもう今日午後、その数字をみ見てから全然やる気が起きなくて。<laughs> ちょっとちょっと <laughs>、やる気が <laughs>。<laughs> まあ、数字を見ちゃうとそうか、<ー>そうなっちゃいますかね。う俺そうすげーな、みたいな。はい,は,いはい、はい、はい。国になりてーなと思いましたね。<laughs> 逆にその集める側に。 まあちょっとね、ちょっと気をちょっとね、テンションぶらっと下がってたんですけども、ちょっと気を、ね、取り直して、頑張っていきましょう。テンション上げてね、いきたいと思うんですけども、うんはい、なんか、栗さん、これ、ノートに、ギターのメンテナンスって書いてあるはい、ギターのメンテナンス。あの、僕、ギターを弾く弾いてたんですよね、昔。お<う>で、あの、はい、もう、中学校の時に、もう、母親もなんか、はい、バンドやってるのは、今やってるの、ボー今、今、うん、歌うた。 あギターではないんですね。ギターじゃないんですよ。ね、あじゃあ若かりし頃。そうそうそう。中学生の時に若気のいたりでね。やっぱっ買いますよね。買っちゃったでいまだにその30年前のギターを使ってるんですよ僕は。物持ちがいい。青いギター、タック松本モデル。うんうん、でそれをずっとまあ置いてたんですけど、まあ、ちょっとそのうちの子供が高校に入ることになりまして、でこう選択の授業で音楽を選択したんですね。うん で、その音楽がどうもギターをこう、やるらしくて。えー、ここでギターやるんだここでなんかギターやるらしいですよ。聞,聞くところによると。<ー>で、別にその家で用意しろとは書いてないんだけど、まあ、せっかく家にあるし、まあ僕も使ってないんで全然。その子供に使ってもらったらいいかなと思って、うんうん、で、その、まあ長く使ってないんで、まあ埃も溜まってたし、なんか音もね、ちょっと雑音が入ってたんですよね。その、ピックアップっていうか、あの、エレキギターなんで、こう。 音を拾うところで,、はい、でね。音拾うところ。うん、うん。うん、なんか接触が悪くなってるのか、ちょっと雑音が入ったりしてたんで、まあ、ちょっと、まあ、メンテナンス出してみようかなと思って、十字屋っていう楽器店に持って行ったんですよ。うん。京都だと有名な楽器屋さんですね。楽器屋さんに。うん、で、まあ、持っていって、受付に渡すと、お,、ね、お兄ちゃんがそのレジの中でこうガチャってこう、なんですかこう、アンプにつないで、こう、音を鳴らして、僕がその症状を言うとこうあ、こう、こんな、この雑音ですかねっ,つって、ガチャガチャってやりながら、こう、弾いてくれるわけですよ。 このノイズが入っちゃってって言って。ロン毛の。えロ,ロン毛あの。イメージじロン毛じゃなかったですけどね。もう今完全に僕、カワパンロン毛のイメージの人は。あのー、アンプに足を乗せながら、こんな感じですかってやってますけど。僕の対応してくたお兄さんは割と真面目な感じの短髪で,で、あの大学生ですって感じのお兄さんでしたけど。あ,あそうなんですか。<laughs> なんかね、3日にもバンドマンみたいな感じの人じゃなかったんだけど、で預けまして。 でこの間あのできましたよっていうんで取りにあの行ったんですよ、ギターをね。あのまあ、僕もそのギター持ってるんですけど、まあ、弾けるコードぐらいしか弾け,弾けないんですよ、うんうん、正直。で、そのなんていうんですか、その、えー、取りに行って、えー、単に受け取ってねメンテナンス代払って受け取って帰るだけかなと思って行ったら、お兄さんがなんか、 あ,あのー、修理終わりましたんで、つって、なんかちょっと接触がね、悪くなってたんで、こうネジとかも締めて、ギターの弦も張り替えて、ボディも磨いてたんで、あの、お客さんではちょっとチェックしてもらいますんで、<laughs> っていうことで、あの、有無を言わさず、なんか、あの、視聴室、あの、何て言うのえ、し、あの、お試しのできる部屋。はいはいはい。うん、なんかこう、防音になってるみたいなところに連れて行かれたんですよ。うん、で、うん、え、弾くのと思って。僕、その、正直、ないんですよ。その手持ちのフレーズが。 うん、こっちもマインドとしてよね<で>ありがとうございましたって言って帰るつもりがいきなりステージに上げられちゃったり、ね、上げられちゃうわけでしょでただ連れて行かれた部屋がこう結構分厚い扉の防音の部屋だったんであああこれなら別にちょっとね自分の好きな,あなんか知ってるコードでも弾きゃいいかなと思って。うん ま、ちょっと安心して座って、で、お兄さん、アンプにつないで、結構デカめの、デカめ、なんかアンプがね、3つぐらいあったんですよね、大きなアンプが。で、そこにこうつないで、結構ディストーションが結構効くような感じのセッティングとかもして、じゃあ、じゃあ、あの、こちらで弾いてもらいますんでって言って、あ、わかりましたって言ったら、お兄さんが、あ、あの、例えばこちら扉開けさせていただいてますって言ってえ、えと思って <laughs> え、えなんで かんないんだけどドアを開けさせてもらってますって「うんを言わさずいてじゃあ終わったら声かけてくださいって去ってどっか行っちゃったんですよで<ー>ええと思ってでその何何を弾けばいいか分かんないんですよね確かにねでこういう時にほらんか手持ちのなんかねあのー、フレーズ持ってる人はいいですけど僕えな何かシャビーズのオー,オープニングとかなかったんですかいやそれもね ここだけあるとしたらね、ビーズのね、レディナビゲーションっていう曲、レディナビゲーションって昔あったじゃないですか。あれのギターのリフはちょっと弾けるんですけど、でも正直、ビーズのギターメンテナンスに出して、30年前の、30年ぐらい前のビーズのリフ弾くって、相当はずくないですかいや、その、いや、わかりますかこの外す。いや、それは100点じゃないですか、別に。いや、100点じゃ、いや、店員さんもほっとしますよ。あ、よかったみたいになるじゃん。いや、やっぱりみたいな。 何かえ何事って思われないかなで正直でここでねもうギター弾く人は絶対誰もが一回弾いたことがあるスモーク・オン・ザ・ウォーターとか弾こうもんならさもう <laughs> そえっそちはちょっとねそっちはちょっとねずっとウる人も出るでしょきっとうえでもうちょっでと,とりあえずなんかちょっとこうコード C とか D とかシャン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 ってなるあのディストーションの設定をちょっとあの軽く普通のクリアなのこう設定直して <laughs>、うん、<laughs> シャンシャンシャンシ,シャンってこうなんか優しく弾いて すみません、終わりましたって声かけに行ったら、もうレジの人もびっくりしてて、あもう終わったんですかって感じになって、<laughs> すみませんっつって、もう刺ささっ,って、もう逃げるようにして、これ、帰ってきたんですけど、<ー>これね、だからその手持ちのフレーズを持ってないっちゅう話なんですけど、例えばですね、うん、永山さんがね、例えば MacBook、キーボード壊れましたっつって、AppleStore とか持っていくじゃないですか。で直しまししまたっつってちょっと試し 試し打ちしてくださいって言ってさ、その店内にモニターがもう誰もが見えるところに出てて、なんか書いてくれみたいな感じになったらどうすか何か来ますそれくかなううつまりは。ああ、確かにそ。そ、ね、う、もう <laughs> ハローワールドで書かないでしょ、だって見。見ようと思ったら見えちゃうってことですよね。そう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 。ああ、それ難しい。もうだってコード、<な>ね、みんなの前でコード書くなんてちょっとは怖くないですか 長さん前ほら配信してたじゃないですか行動書くみたいなうん、うん、だああいうことですよついや僕はもう強制的にその何の心の準備もないままにあれをさせられてしまったわけですよ確か,確かに心の準備があって配信したとしてもす,すげえ焦りますからねでしょ、うん、それを<や> <laughs> <laughs> まああの多分人に言わせりゃねそのギターのメンテナンス終わって取りに行ったのに何その試し引き 当然やるでしょっていうことだとは思うんですけどもちろん。まあねちゃんとできてるよっていうことはね店員さんの方も後から文句言われてもねあれですからね。そう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 。でなんかちょっとそのレジでもいそいそとこうね手続きしてたらレジの中では別のお兄さんが別のギターをちょっとこうチェックしてたんですよね。そしたら普通にこうドレミファソラシドとか弾いてて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 てみたいな弾いてなんか C とか D とか弾いてチャンチャンチャンって試してたんであこれでよかったのかってちょっと思いましたよね。 なんかもう丸投げ、丸だけ、確かに別にそのバリバリ、音のチェックに行ってんだから、別バリバリ演奏しなくてもいいから、うん、音が出るかっていうことがかればいいのかな。そうそうだからキーー。キーボードもね,ね、とりあえず一個ずつパパパパパパって押して、ABC とかね、押せばいいっていうことかな。だと思いました。うん、っていうね。 話ですよ。なんかその、でももうテンパっちゃって。なんか弾かなきゃで、ほら、隣の、なんか二部屋って、隣の部屋ではベースの人がなんかすごい活かしたなんかベース音を鳴らしてるんですよ。ドゥ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 みたいな。で、なんか、え、もしかしてこれにセッションしなきゃいけないのかなんか気持ちにすらなってしまったっていう。<laughs> そこで自然にセッションが始まったらもうジュージアの CM ですね。かっこいいですよ。もうね。ジュージアの CM になりますよね。これはね。うんうん、<laughs> っていう話でした。 <laughs> すいません、うここでうね、しょうもない。<laughs> あのー、はい、ちょっとね、ちゃんとこう、うん、フレーズを持っておきたいなって感じ、ね、ですね、えー。次回、次回メンテナンスしたちょっと練習してから行きます。練習してから行きます。<laughs> えー、はいで。長山さん、なんかあれですか、最近、なんかビデオ、動画を見てるまたちょっとね、動画少し見たんです。うん、いや、あのー、コブラ会のね、うんあのー、クリスさんが紹介してたじゃないですか。 で、しし小倉会面白そうだなと思って見ようと思ってたんですけども、うん、なぜか脇道にそれて、ちょっとサムハンキンポーのことを、うん、頭によ、頭によぎってですね、そういえば、サムハンキンポーの映画見たいなと思って、<laughs> 若い頃。サムハンキンポーですか。ほうほ、ん、うん。で、アマゾンプライムでそのサムハンキンポー検索したら、うん、結構でいくつかね、作品出てくるんで、うん、その、僕好きだった五福製ってやつを、 七複星っていうね七の方が有名なんですけども、うん、僕五の方が結構好きでその五複星っていうのねちょっと見たんですよ五複星ってどんなやつでしたっけ七,七複星と続きなんですか、うん、これはそう多分多分多分続きでちょっとっ、うん、えっとね五複星がヒットして七複星に行ったんかななるほどでも確かに僕子供の頃見てましたよねこのジャッキーチェンでしょジャッキー 結構サマーン憲法って、なんてうか、今、その記憶では、結構、なんていうんですかね、脇役みたいなイメージでいたんですけども、う複数だとめちゃめちゃ主役でいい役なんですよ、メインの役で。で、逆にジャッキー・チェーンとかちょい役とか、なんかちょっとダメな刑事みたいな感じの扱いなんですね。結構、メインでもないサブキャラなんですよ、メインのメンバーでもないんですよねそうなの。 なんかパッケージ見るるとめっっっちゃメインキャラっぽくなってるけどただ日本ではもうジャッキーの方が少し有名になってたのかな,な、ね、だからあの日本向けの,、うん、あの売り方としては結構ジャッキーメインなんだけど見に行ってみると脇役やんけみたいな感じの構成になってたりとかしてでなんか昔はもっとこう3枚目って感じだけど結構そのファンイケメンで見ると。 へうん体型こそなんかちょっとこう太った感じだけど、うん、なんか目もクリクリとして可愛いし結構ねいい感じなんですよ。うんヒロインの女の子とカットも結構いい感じになるような設定だったりとかして、うん、結構いい,いいポジションだなみたいな。なんかイメージでは結構なんかね逆にそのジャッキーが言って。 ジャッキーがやってるっていうそのダメな役みたいなイメージがなんかあるけど、うん、そうじゃないんだそうあの、うん、そう意外にもそうじゃなくてでその後にプロジェクト A を見たのか <laughs> ちょっとちょっとあのコブラ海からだいぶ逸れてますけど、プロジェクトあここまで来たらプロジェクト A の一番最後の NGC 見ないと話にならないなと思って、それでプロジェクト A を見たんですけど、プロジェクト A もサマンキンポ出てるんですけども思ったよりもやっぱりめっちゃいい役なんですよ。ああなんかこう詐欺師の役なんですけども結構詐欺師だけど結構頭脳派でまああの喧嘩も強いし、起点も聞くしでも時にはこう友情にも熱いみたいな。 結構これがまたね、割とこう今見ると、あ、なかなかいいね、みたいな感じのポジションで。<ー>うん。で、ジャッキーはなんかやっぱりこう、ジャッキーなんかやっぱ3枚目というか、こう、ドジ、うん、ドジッコみたいなね。まあそういうとこあると思うんですけども、なんかそ,そういう印象が強くて、結構記憶と違うなと思って。確かに。うん、なんかもうイメージではなんかジャッキーちゃんやっぱかっこいいとかね、アクションがそ,うそうそう。まあ確かに、コミカルな面もあるけど、うん、どっちかっていうとこう、ね、かっこよくて。 っていうようよなイメージが、うん、どっちかというとサム・ハン・キンポーの方がちょっとこう何かドジキャラみたいなそういうイメージですよね,ね完全にね。あとねあとはまあこの辺のこうやっぱ8 0年代のこの香港の映画はね今見ても映像がか今見るからかなかっこいいですねあ<ー>全体的に香港の,のごちゃっとした感じの街もいいし。 車とかもいいしちょっとしたこう映像演出とかもなんかねよくてでまだイギリスの植民地時代だから普通にこうイギリス人とかが出てくるんですけどもそういう,こうちょっとねこう西洋がこうより混ざっぐちゃぐちゃっと混ざったような感じがあってそういうところもなんかちょっと面白かったりとか何<ー>か改めて見てあい普通に楽しいなみたいな感じでついつい見てしまいましたねアアジアとね。 東洋と西洋がこう交わったような感じですかね。うん。ええー、も、ま、うちょっとまた見たくなったの僕も。そう。で、あとはそのこの辺の映画ってゴールデンハーベストっていう配給会社があってですね。うんうん、香港のそこがあのやってるんですけども、あの。 最初にこう、ダン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 ってなって、っ,っ,って感じでこうね、G の G が出てくるんですけども、あの、あれが出てきた時に、なんか僕の昔の記憶なのかわかんないけど、めちゃめちゃテンションがグワーって上がる。<laughs> 上がるっていうことがあってあ、上がる <laughs> あ、これかみたいな。うんうんうん、んそういう、あの、ゴールデンハーベストのオープニング映像、 は上がるっていうのがちょっとね、僕の中での大きな発見がちょっと今回あったんで、えー、ぜひその、うん、もう冒頭一瞬すぐ出てくるんで、皆さんそこだけ見てください。そこだけ見てな。<laughs> そこだけ見る。デンでなるほど、ね、そうそうあれ元気あれ元気になりますよ。うん、やっぱこう擦り込みというか幼少期のねあのー、ありましたもんね。なんか楽しい面白いものが始まるぞっていう合図ですもんね。うんそう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 。うんうん。 えあれはどうでしたユンピョウ、ユンピョウ。ユンピョウはプロジェクト A にも出ていたんだっけかな。うん、えっとまあ、呉服制にも出ていく。呉はもう全然超脇役。うん、あ、そうジャッキー・チェーンのさらに脇役で出てるって感じですね。もうなんかねユン、ジャッキー・チェーン、サモハン・キンポーユンピョウが僕の中ではもう当時のその香港映画の、なんだろう、知ってる俳優みたいな、うん。そうそうそう。プロジェクト A ではちゃんとした役ですね。うん、役なんだ。 あとなんかこうね、サモハン・キンポーは、名前がほら、キンポーって、ちょっとこう。ちょっとコミカルな。コミカルなね。ねしかもこうサモハン・キンポー。サモハン・キンポーなんだけど、うん、なんかキンポーみたいな感じよなんかこう音がちょっとね、コミカルな感じだから、かうん、そういうイメージもあるのかな。ユンピョンもそんな感じですけどね。僕もうサモハン・キンポーとデビッド・ハッスル・ホフは僕の中でのこう永遠の、やっぱりこうヒーローみたいな。<laughs> あ、ヒーロー。ちなみにデビッド・ハッスル・ホフは、あの、ナイトライダーっていう、 車が喋るドラマのマイケルっていう役をやってた俳優さんの名前ですけども髪の毛がちょっとこうなんかふわふわっとした感じのこの二人はやっぱりね僕のこう上がりますね見るとねナイトライダーも今急に見たくなったわナイトライダーの話聞いたらナイトライダーもなかなかね小ぶらかにたどり着かないたどり着かないねこれね全然遠くなってんじゃないですかこれあとジャッキーのねスタントシーンうん うん。そのさっきちらって言ったその最後に NG シーン、プロジェクト A の NG シーンっていうのは、まあ見たことない人に説明すると、時計台からジャッキーチェーンがバーンと普通に落下して、下にぼあの、落ちるっていうシーンがあるんですよ。で、普通に痛そうなシーンなんですけど、それをジャッキー本人がやってるっていうシーンなんですね。で、一発撮りかと思いきや、なんか2回ぐらい、<laughs> 多分2テイクか3テイクくらい撮ってて、 NG シーンがねその、使えなかったテイクがね、た、まあ、多分本人的にもも,うもったいないと思って、ね、どうにかをねじ込みたいと思ったんでしょうね、痛かったし、あの出るんですけど、途中でポールとかにガーンとぶつかってて、もう明らかに痛そうで。うん、あれ気が狂ってますよね、だって、何にも命綱とかつけずに、ちょっとテントみたいなやつでこう衝撃を吸収しながら落ちていくみたいな感じでしょ僕当時結構吸収してたん だろうなっていうふうに思ってたんですけど、うん、でそういう記憶でいたんですけど今見たら何のあれでもなかったですよ普通に落ちてた <laughs> マジ<で>何のそのクッション性ゼロですよあんないやー怖いわー、うん、あれは本当に気が狂ってるなって感じでしたねすごいなと車のひした人間が通り抜けるカースタンドとかもあったりとかしたんですけどその辺もちょっとね頭がおかしいなって感じでしたゾッ<わ>、うん、としますよね ちょっとします。そう、だから、当時は、うおーみたいな感じだったけど、今見ると,と、ちょっ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 と、やめた方がいいよ、みたいな、うん、そういうのはもう、CG とかでやろうよ、みたいな、わかるわかる。なんだけど、やっぱ、当時はね、あれがやっぱり、こう、見せ場というかね。うん、うん、いやみ、なんかね、よかった、見に行った。かったですか。ジャッキー・チェンのスタント、ちょっと見たくなったなまた、なんか、ブラ会も見たし、僕は、ちょっと見てみようかな、ジャッキー・チェン。 サモハ、五福星七福星みたいね。うん。うん。そう。そこなんかのこ、こに書いてあるこの映画は何なんですかあ、これね、その、さらにその枝分かれでね、うんあの、五福星ってこう、まあ、コソみたいなねちょ、ちょっと悪い人たちが、まあ、さらに悪い人たちを、まあ、黙らかすみたいなそういう話なんですけども、うんうん、ちょっとで、まあ、全然違うんだけど、その、黄金の七人っていう映画があって、<や>フランスの映画、 かなえっとまあオーシャンスイレブのネタ元みたいなふうに言われてるやつなんですけどもあまあなんかこう頭脳派のリーダーがいてそこにいろんな特技を持った人たちが集まってきて、うんえー、それで銀行に眠っている金塊を取りに盗,盗み出すみたいなあとルパンとかねルパン三世の元ネタとかとも言われてますけど、うんうん、で,なでまあこれをなんかふっと思い出して昔見たんですけども結構記憶が曖昧なんで。 こっちもねちょっとまた見てみたいなと今思ってるって感じですね。えー、まあ1時間半ぐらいなのか。うん、そうこれはもう66年の映画なんでもう古典に近い感じの映画なんですけど、えー、ただ今見ても多分全然これもかっこいいと思うんでレンタルだと見れるって感じかな。なるほど、うん。結構その辺のいわゆるこうなんかね特技が集まった特技のまあもともとは多分7人の侍とかだと思うんですけどもうん、うん、まあ そ,それの、元エンターテインメント性を高めた作品みたいなものの、金字塔として挙げられるのをふと思い出したんで、まあ、ちょっとこれも今後見たいなと思ってるってい、ね。面白そういや僕、あの、オーシャンズイレブンもそうなんですけど、チームでなんかやる話結構好きなんですよね。あのねいろんな、あれでしろ特徴、特徴があって。そう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 。わうんうん、うん、かります。いいっすよね。うん、だミッションインポジティブルとかも結構最初の頃とか、割とその、うんうん ね、チームで解決。まあ最終的にはトム・クルーズが頑張るんですけど、うん、一応チームでこうやるぞっていう話なんで、ね、あのオーシャンズ・イレブンとかもそうですけど、なんかああいうノリがいいですよね。チームでやるぞ系のやつ。うんねえー、見てみよう。五副線五副製おすすめです。かっこいいです。映画映像。もまあきも聞いたらカンニングモンキーかみたくなった。ああ、カンニングモンキーもいいね。<laughs> この辺はもうあれだね。<laughs> 全部いいね, <laughs> 全部いいね <laughs> 思い出補正がかかってるから見るとがっかりするかなと思ったけどでも今の話を聞くと見ても面白そうだなと思った、うん、結構短いし今見ると、うん、サクッと見れますね見てみよう、うん、なるほどですね栗さんははい僕の方はですね小説をちょっと紹介したいなと思いまして久しぶりにお久しぶりですねはい 本のタイトルがあと15秒で死ぬなんですよあの。坂木林芽生さんのデビュー作品集なんですけど、<う>あの短編、まあ、中編、短編が4つ入ってまして、えー、15秒っていう話と、このあと衝撃の結末がっていう話と、不眠症っていう話と、首が取れても死なない僕らの首なし殺人事件っていうこの4つが入ってるんですよね。お面白い。面白そうでしょう。面白そうですね。で、この、もともとこの15秒っていう1本目のやつが、 ミステリーズ新人賞の佳作に入って、そこからこう3本足して1冊の本にしてるんですね。うん、で、この賞を取ったやつは15秒っていうのは、ある人がこう後ろから殺されちゃうんですよね。で、その人は撃たれた瞬間に、なんか死神みたいな前の前に出てきて、あと15秒後にお前は死ぬぞみたいなこと言われるんですよ。ああ、その撃たれてから絶命するまでの時間は15秒ってことで、この死神と話してる間は、 時間は止まってるんですよはあ、はあ、で残り15秒の人生を何に使うんだみたいな。で、その人が何とかしてその犯人の顔を見て何とかやってしまおうと。うんうん、で、こう、時を動かすと時間が進んでまた止めたりとかして、こう、何とかするっていうその15秒間の攻防みたいな話なんですよ、その本れえ、その2秒ぐらい、2秒ぐらいこう身をひねるとか、そんなのできるってことかそう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 。あ身をひねってとか、残り何秒でこれをしてみたいな。 っていう、まあ、一本目はまあそういう話。うん、まあ、ジョジョの奇妙な冒険第4分ぐらい出てきそうな話なんですよね。確かに言うと。確かに、かにジョジョの奇妙な冒険もよく、そのと、考えてる間の時間がすごくこう止まってる感じじい、ね、そうそう、止まるでしょ。<laughs> で、ゴゴゴゴゴ,ゴ,ゴってなるじゃないですか。ああいう感じの話なんですけど。で、まあ2 2、2話目と3話目がまあそれぞれまた別のテイストで、15秒後に死ぬ、えー、あるいは死んだっていうので、なんでだみたいなのを、えー、こう、解き明かしたりとか。 15秒後に死ぬ話をこうループする話とかそういうちょっとこう、えー、15秒っていうのを切り口にした、まあ、短編なんですよね。ああ<ー><う>なるほどあそういうことか。そうそうそう。で<ー>最後の話「首が取れても死なない僕らの首なし殺人事件」っていう短編がこれがねタイトルいいでしょう。うん、これね超バカミスというかあのバカミステリーっていうジャンルがあるんですけどうん、うん、一歩間違えばそうな,、まあそうなのかなそうなのかもしんないんですけどこれが 僕はすごく良くて。長山さんももしかしたら好きなんじゃないかなと思うんですけど、うん、結構ね、数学の問題っぽい話なんですよ。えタイトルから全然想像つかないちょ,ちょっと想像つかないでしょ。あの、ま、設定がま設定から入るんですよね。この日本のある島があって、うん、この島で生まれた人は、この島にいると、その寄生虫かなんかその体内にその生物が、微生物がいて、首が取れても、 15秒間死なないんですよ。でこれが数学のって言ったら、死なないこととする的な。<laughs> で、島を出ると、その寄生虫の何らかの効果が得られなくなって死んじゃうとか。はあはあ、で、条件がいろいろあるんですよ。で,すね、で、その、えー、誕生月が1年以内の近い、えー、1年以内に誕生日がある人同士は、えー、首の効果ができるんですよ。<laughs> とか。おぉ。はい、はい。<laughs> わかります。<laughs> あと、首が、もし、僕と長山さんがその住民で、えー、僕が首を取るじゃないですか。うん、で、長山さんがその僕の首持つじゃないですか。うん、そうすると、首を持たれた僕は、長山さんの体を操作できるんですえ<っ> <laughs> そんなこと。っそう,う、そ設定が、まあ、設定の積み重ねが最初あるわけですよね。はいはい。で、えー、その島では、毎年、なんとか祭りっていうお祭りがあるんだけど、もうみんな酔っ払ってくると、その首、 首を取る芸を始めるんですよ、みんなで。<laughs> さっき言ってたように、そ首をその前後逆につけてみたりとか、年が近い人同士で交換してみたりとか、<ー>そういうなんかこうお遊びでの首をやる芸が始まって、でその島の駐在は島の外の人間なんで、そのお祭りには決して入れないんですよね。そのなんかなんか島の島民がそのお祭りから遠ざけて、<ー>みたいなそういう設定があるんですよ。うんうん、である時その 祭りの時に何か火事が起こって倉庫の中から首がない男性のその体が見つかるんです死体が見つかったうそうそうそうもう焼け焦げてるでも首がない<う>これは誰の死体なんだみたいなでそれをこう解き明かしていくみたいなあでもそこからさっき,さっきの,その前提条件があるからそうそうそうそこからこの人じゃないとかその人のいろんなことを進めていくんですけど <laughs> えー、でこの話の展開が非常にばからしくて良い <laughs> も、はいもよ。もう読みたいな。でしょう、もうこれはね、あのなんていうか、もまあよん読むとアホらしい話なんで、ぜひとも読んでほしい、もうここの話だけでも読んでほしいなと思いますね。タイトルもいい、タイトルもいが取れてもしなない、うん、僕らのってね、うん。僕らのがいいもん。<laughs> <laughs> なんで相談収めみたいになってんだみたいな。<laughs> 確かにソーダ、相談収めっぽいね、僕らの七日間戦争、ね。<laughs> <laughs> うん はい、っていうお話なんで、ぜ、ま、ひ、あ、ともちょっと今後、注目の作家さんとして、しばらく作品を追いかけてみたいなと思っておりますね。ああ、よさそうですね、はいはてはて。というところでですね、うんえっと、お便りを最近いただいてたので、ちょっと紹介をしておこうかなちょっとね、遅くなっちゃいましたね、はい、すみません、紹介するのが。はいはい、まずはですね、えー、泣きおさんからですね、えー、こんにちは、えー、毎回楽しく拝聴しています。 123、えー、セコンさんと SNS への距離感の話で紹介されていたイテウォンクラスをネットフリックスで見ました韓国ドラマは初めてでしたがおっさんでもハマるという評判通り第3話からは続きが気になって一気に見てしまいました<ー>一方一緒に見始めた妻は盛り,上がる盛り上がり始める前の2話で興味を失って離脱してしまいました 主人公の三角関係相手2人では磯派です。近くでグイグイ来る方。これからも更新楽しみにしております。あの泣きおさんは多分私と同じ磯派ですね。はい、私も磯派なんです。磯派ってど,どっちだっけそのあの近くにいる秘書みたいなああ、なるほど。ちょっと破天荒な感じの破天荒な感じの子です、ね、あ、へえ、はい。で、これね、奥さんの気持ちもよく分かって、実は僕もあの全部見たって言いましたけど、うん 実はイテモンクラス見始めたのは結構ちょっと前なんですよね。で、うん、僕も二話で一旦離脱してるんですよ。あ、そうなんだ。二話ぐらいでなんかちょっと疲れたなと思って見なかったんだけど、<ー>なんかあるタイミングで3話を見てそこからググってみたんで、ここにちょっと壁がね、あ,<ー>ある。ああ、3話に二う、話に,にこう谷が、ね。なんかこの辺に、そうそうそう、面白く転がり始めるのが3話目ぐらいからなんで、<ー>ここを超えるかどうかがね、一つ山場だと思うんですね。はい。 はいというのがまず一つですね。はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。えー、そしてもう一つですね。え下倉毛江さん。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。えー、クリスさん永山さんこんにちは。こんにちは。ちは最近はいつも仕事をしながら聞いて聞いたり聞いてなかったりしています。<laughs> まあ聞き流してるってことですね。え聞き流してるところですね。はい。えーえー、エピソード百二十八でコーヒーのお話をされていましたが、ドリッパーによって味の違いで今まで使っていた塩水型よりも、うん メリタ、カリタの台形型のやつにしてあっさりしたというようなお話をされていたかと思います。うん、しましたしました。一般的には台形型の方が抽出時間が長くなる分、ボディ感が強く出やすいかと思いますが、ペーパードリップの場合、フィルターの種類によっても結構変わってくるので、ペー,ーパーフィルターを変えて試してみるのも面白いのかなと思いました。なるほどね。 私もよく濃厚なコーヒーを飲みたいと思った時はペーパーフィルターを使わないネルドリップで入れてたのですがこの場合油分などもあまりこされずに抽出されるので濃い感じになりやすいですうん、ネルドリップね、うん。個人的にはネルドリップも好きなのでぜひ試してみてください。は,<ぁ>はい。ちなみに最近ハマっている食べ物とかありますが私はグミです。うん <laughs> グミ,グミ <laughs> 突然なんかグミ話がありましたね。グミで <laughs> 急に、急にグミっていうボールが投げられた。<laughs> はい。どうですなやみさん、なんか最近ハマってる食べ物ありますか最近ハマってる食べ物、うん、なんだろういや,いやもうこ、もうコーヒー、コーヒー、ね、でもネルドリップもしてるんだ、クラゲさん。すごいね。ねすごいね。ネルドリップは布のやつですもんね。布で入れるやつ。なるほどね。だから、こされずに、こう、うん、濃い。 成分がね,ねたくさんほ、ね、か何かほかにはほかにはあ最近ねでもねだしとるのハマってるんですよ。ふ<ー>普段はパックだしって言ってなんかいろいろごちゃごちゃって入ってるやつをさっと煮出してうん、うん、それで味噌汁とか作ってたんですけどもそれが切れちゃって、うん、で切れちゃったんだけどどうしてもうどんが食べたいなってなった時にあのなんかこう普通にめんつゆでことを垂らそうかなって思ったんだけどいやここはもうあえて。 一から出汁取ったろうと思って、まあ、たまたま昆布とかかつお節があったからそれでこう、うん、昆布とかつお節のだしを取ってそれでおうどん作ってみたんですよねはい、はい、そしたらもうなんかこう「うわ昆布とかつお節でこんなこ美味しくなんだ」みたいなこの2つと醤油でみたいな体験をして<ー>そ,れそれ以来ちょくちょくそのだしを取っておうどん作って。 家族で食べるっていうのをしてるんです。麺自体はね、別に全然凝ってなくて、うんうん、冷凍うどんとかなんですけども、なんか今言ったらその出汁を結構凝って、とってもいいですね <laughs>。渋いね、出汁。渋いね、出汁。余ってる食べ物、出汁、うん、ですよ。出汁がね、出汁が楽しい。で、しかもね、何でこしてるかっていうと、なんと、えっと、このペーパードリッパー、コーヒードリッパーで。<laughs> そこに繋がるわけですねか。かつお節をざーっとこしてて、これがまたね、はいはい、ちょうどいい感じでこされて、 あのすごく使いやすいきれいなあの透明なねだしが取れるんで、えーまあ、そ,その気持ちよさもあって最近週1ぐらいでねうどん作ってますね <laughs> <laughs>、うん、ちょっと麺の方にも進んでみたいんだけどちょっとそこまで行ってないですけど <laughs> うんなるほどねいやいいですね何<ー>かああ僕はまあ,あの前も言ってたりあのさつまいもにはまってるって言ったじゃないですか昔ああ、うん、あ焼き芋っていう話を、うん、結構1年ぐらい前にしたと思うんですけど、うん 最近はあの、お芋とりんごっていう、さつまいもをこう輪切りにして、りんごを細かく切って、一緒に砂糖を入れて、レモンを入れて煮てお。おお。しそう。はい。これの芋の種類変えたりとか、煮方もその、蓋をするしないとか、<laughs> 砂糖の量を微妙に変えてみるとか、で、ちょっとこう味がどう変わるのか今研究中ですね。どれがベストなんだろうみたいな。へ、えー、はい。マイベスト追求してる感じ。追求してる感じですね。 はい、このクラゲさんのグミってなんだろうねえグラグミ作ってんのかな<笑><笑>もしかしていやこれ多分なんかなんだろうな,な,なんか多分なんかこうお菓子のなんかのグミだと思いますけどね作ってはないと思うけどなあ,、はいまあ、あでも、まあ、いろんな硬さとか最近ねうんそうそう,そう,そうますよねすげえハード系のグミとかあるある、うん、あるからうん 私はグミですだけぶっ込まれると困るんですけグミにつって聞いてみたいですね。ま、たね <laughs> 私はグミですってこの一文めちゃめちゃ面白いですけどね。<laughs> 本当ですね。これ、うなぎ文ってやつですね、これね。え、うなぎ文って何ですかえ、あの、ほら、その、私はこれを食べたいとか、これを食べますっていう時にこう言うじゃないですか。私はグミですみたいな。はいはいはい。あはい、普通に読んだら、私はグミですって、グミ、グミ人間みたいな。ああ、そういうことですね。そうですね。アイアムグミってのになっちゃうんでそうですね。いいじですね。まあ。 はいっていうところですかねはいはいありがとうございます,りいますお二人、はい、あの皆さんまたよろしければよしよしフォームから皆さんもハマってる食べ物などはいぜひともグミにこれハマってるっていうのを教えてください、ええ、<laughs> グミじゃなくてもいいですわります <laughs> グ,グミにはおしなくていいですよはい。 ツイッターでもね、たくさん、あの、最近、感想とかも書いていただきまして、ありがとうございます。全部見てます。全部見てますんで、はいはい、引き続きよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい。というところで、今週のおっさん FM はこのあたりとさせていただきたいと思います。はい、はい。来週から4月ですね。ねうん、はい。はい。じゃあ、ゲストだね、来週は。ゲストですよ。また、いいゲストを呼んでおりますので、お楽しみに。はい。ということで、えー、また来週お会いしましょう。さよなら。さよなら。